それでは、福井県一部リーグ優勝を決めてきました奥越 FC キャプテン宇野洋平さんにインタビューをさせていただきたいと思います。お願いします。キャプテン、今日、最終戦勝ちで終えて率直な気持ちお願いします。そうですね、いろいろチーム事情もありましたけど、最後一戦残して、優勝決めたということもありますけど、最終戦もきっちり勝ち切って、ダントツの優勝決めたのは本当に良かったと思ってます。順番にでは次に、今シーズン一番心に残っている印象的なプレーというのは自分のプレーはどんなプレー？そうですね、自分のプレーっていうのはもうちょっとないんですけども、自分が入院中に 1-3 の状況から3-3に追いついて、首位攻防戦ですね、渾身のドローをしてくれたのが今年の一番だったのかなと思っております。今シーズンナンバーワンゴールを挙げるとしたらどのゴールでしょう？そうですね、ナンバーワンゴールといえば難しいんですけども、一番印象に残るゴールを挙げた選手といえば、谷でしょうね。どのゴールかっていうのはちょっと難しいです。今季春からスタートして北信越を目指して頑張ってきたわけですが、実際に北信越のチャレンジリーグ前にして今の一言意気込みを。そうですね、自分もこのチームに来ても5年6年ちょっとはっきり分かんないですけども、2部から上がって1部で優勝して北越のサッカーのためにここまでやってきたんですが、なんと自分は出れません。ちょっと怪我しちゃったんで、みんながやって北越からですね、もう数十年ぶりの北信越のチームを出して、小学校中学校高校のみんながですね、目標としてくれるようなチームになれるように、うちのみんながやってくれると思ってます。次にですね、いろんな特徴はあると思うんですが、奥越 FC の魅力というものはどういうものがありますかね？そうですね、まずはみんなサッカー以外の面で本当に仲がいいというところですね。サッカーでいうと本当に堅守速攻っていうのがうちのスタイルだと思うんですけど、その攻守の切り替えの運動量を冬の間、1年通して磨いてきた運動量でカバーするというか、そこがうちの一番のチームワークと切り替えですね。そこが魅力だと思います。それでは最後に一言だけお願いします。これまで25年ぶりの優勝ということなんですけども、今まで支えてくれたサポーター、応援してくれた皆さんに一言だけメッセージお願いします。そうですね、去年からですかね、特に北越の小学生がよく応援しに来てくれて、少し根付いてきたのかなともありますけど、本当にこれからもっと上目指すにはみんな のサポート、スポンサー探しとかいろいろあると思うんですけど、北越一丸となってなれ、頑張れるように皆さんの応援をよろしくお願いします。